当美国开始觉得它的国力衰退的时刻，其实就是美国开始和其他国家又再度进入军备竞赛的时刻。你以为这个是一个很矛盾的逻辑，事实是如此。人越脆弱越武装自己非常的强，美国过去很强的时刻也看到苏联慢慢弱下去，双方还签订了中程导弹条约。这个中程导弹条约就是要不再发展中程导弹，然后要裁减一些军备。可是裁减军备到后来苏联瓦解了，美国一国独大了，现在中国崛起，俄罗斯好像也没那么弱了，然后美国自己衰落了，军事竞赛又开始，而中国也加入这次的军备竞赛。最新的发展呢，是中国当然在军备远远落后于美国，可是中俄加起来跟美国便是相当的，所以美国本来希望分散掉瓦解掉中俄的结盟，现在看起来完全失败。而中俄合起来现在共同发展的是高超音速的武器，这个意义是什么？我想台湾很多人经常听到，我们在军购里头有一个叫反飞弹防御系统，这个超高音速的飞弹武器就是它可以避开既有的美国的 THAAD 飞弹防御系统，它可以避开，你根本卫星测不到。所以美国现在面对这些问题呢，开始有两个策略。第一个策略就是发展新的飞弹防御的雷达，叫 SPY-6， 就是我要发展一个更强的雷达。第二个是在日本 RAND Corporation， 这是美国军火商所出钱成立的一个智库，他们呢就认为说美国应该部署很多中程飞弹在什么地方，在日本，在山洞里头在哪里，因为韩国不可能同意。那在日本呢，这个中程飞弹呢就可以直接打到中国，因为中国现在部署的中程飞弹可以直接打到美国的关岛，它甚至有一个名称，在这个关岛名称里头称之为叫做关岛杀手。那全亚洲都在它的可以中程飞弹的范围，台湾当然是，它甚至可以打到关岛去。所以美国现在就想有一个反制，就是也在日本的很多山洞各个方面都成立一个中程飞弹的基地。但一般判断日本不会同意，因为日本不会愿意真正的变成美中对峙之后它变成焦土战士在日本的本国。但是总之我就要告诉各位，冷战结束了，冷战结束后，当时有人说 the end of the history， 历史将走向一个非常终结和平的时代。没有多久，当美国国力衰退，中国崛起以后，俄罗斯也再度崛起之后，世界的军备竞赛再度开始。China already has the world's largest armed forces, over 2 million strong. But it's a new breed of super fast missiles that has the Pentagon deeply concerned.Hypersonic weapons. Hypersonics. Missile launched hypersonic weapon. Supersonic jets and missiles have been in use for decades, able to break the speed of sound. Hypersonic is a whole different league, at least 5 times faster, traveling around 4,000 miles per hour at a minimum, making a hypersonic missile quick and agile enough to evade existing U.S. defense systems.美国国防部曾发布高超音速飞弹的解说动画。Hypersonic glide vehicles fly at lower altitudes and are more maneuverable than ballistic missiles. 従来の弾道ミサイルは放物線を描くように目標に向かっていくのに対し、この極超音速ミサイルはより低い軌道を長時間飛び、高さや方向を変えられるため。迎撃がより難しいとされています。这就是东风时期中国的高超音速弹道飞弹。依照《金融时报》的说法，中国将高超音速飞弹装载在火箭上，在外太空飞了一周，进入大气层后，再以滑翔的方式命中目标。未来将可循此模式从外太空飞过南极，绕过美国飞弹防御系统，击中美国目标。The fear now that one day they may be capable of carrying a nuclear payload. That test that occurred.Was a very significant test. In my view, we're witnessing one of the largest shifts in global geostrategic power that the world has witnessed. Are you concerned about Chinese hypersonic missiles? Yes.
在高超音速技术领域，美国远远落后。Are we close to that technology? Testing, yes. Close is a more of an open question. There are tests that have been going on just in the last several weeks, but according to the CEO of Raytheon, the U.S.is years behind China with on hypersonic. 今日付の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、国防科学院が極超音速ミサイルの発射実験を昨日行い、700キロ先に設定された目標に誤差なく命中したと伝えました。今回の発射について韓国の通信社連合ニュースは、北朝鮮が極超音速ミサイルの発射実験を初めて行った去年9月にはマッハ3前後と見られたミサイルの速度が今回は極超音速にあたるマッハ5以上だったと韓国軍が推定しているなどとして技術がますます進化しているとする見方を伝えています。为了对抗来自中国与俄罗斯的高超音速导弹威胁，美国国防契约公司雷神全力构筑新型的防空际飞弹防御雷达。こちらアメリカ海軍が採用した最新鋭のレーダーを建造している工場です。アメリカ海軍が新たに採用した最新鋭のレーダー、スパイ6。駆逐艦や空母など主要な艦艇に搭載される予定で、3年後の実戦配備に向けて調整が進められています。Capability today is, you know, far outstrips what, what the previous generation capability was. The threats have changed and the technologies required to defeat those threats has to evolve as well. 日本 LHK 说，中美之间的武器竞赛不仅止于高超音速飞弹。そしてもう一つ、アメリカが脅威としているのは中国が配備を進める中距離ミサイルです。中国軍の中距離弾道ミサイル東風26、グアムの米軍基地を射程に収め、グアムキラーとも呼ばれています。アメリカ国防総省は中国が中距離ミサイルおよそ900発を保有していると公表、1年前のおよそ 2.5 倍に上ります。アジア全体を射程に入れるミサイルを中国全土に配備していると分析しています。一方のアメリカはこれまで中距離ミサイルの保有を禁止されてきました。背景にあったのが旧ソビエトとの間で結んでいた INF 中距離核ミサイル全廃条約。射程が500から5500キロメートルのミサイルの保有を禁じられてきたのです。おととし条約が失効すると、アメリカは中距離ミサイルの開発に着手、各地に分散させて配備する計画を急いでいます。这跟日本又有什么关系呢？候補地の一つとして考えられているのが日本です。トランプ前政権の元高官は NHK の取材に対して、ミサイル配備についてアメリカ側は日本への説明をすでに始めていると証言しました。The missile issue was very important, and it was handled at a number of levels. The Pentagon worked very closely with its counterparts in the self-defense forces. 美国智库兰德研究所的政治学者说，按美国的设想，是想把飞弹部署在日本全境。The ideal situation would be to deploy these from various locations, not just down in the Nansei Shoto, but in areas where there are mountains and tunnels where they can shoot, hide, and move quickly, and make it difficult for adversary missiles to find them and target them. I think the fact remains that no ally is raising their hand to voluntarily host these missiles.And so it is a long-term effort if the United States wants to host the, deploy these someplace in the region. アメリカ側は極超音速ミサイルなど特定の分野では中国の軍事力がすでに勝っていると見ています。このスピードで増強が続けば、西太平洋地域で中国軍が明らかに優位な状況が生まれかねないと警戒を強めています。
専門家はこのままでは米中双方が軍備の増強を続ける軍拡競争につながる恐れがあると指摘しています。 The things that we do to make ourselves more secure will alarm the Chinese, and the things that they do to make themselves more secure will alarm us, I think, to a very intense arms race that really has no finish line and no victory.